どうも、サーユーです。スイフェミでビーガンの肉アナグランデです。あれ、今日はまだノッコさんが来てない。はい、もしもし。着信音キモ。ノッコさん、どうしました？あー、そうですか、わかりました。はい、頑張ってください。お疲れ様です。はい、はーい、死ね。サーユーさん、どうしたんですか？あー、ノッコさんからです。今スロットやってるらしいんですけど、当たりが止まらないからって今日の動画はお休みするらしいです。パチンカスが何やってんのよ。まったく、ジャグラーって言ってました。いや、そういう意味で言ったんじゃないわよ。肉アナさんと二人きりか、大丈夫かな。なんか言いました？いいえ、今日はカザフスタンのオンライン旅行会社の CM が面白かったので見ていこうと思います。カザフスタンといえば、ユーラシア大陸の中央に位置する世界で第9位の大きさの国土を持ち、同時に世界最大の内陸国で、国土の約半分は砂漠や乾燥した草原になっている国のことですよね。あー、はい、そうです。国土が広いため鉱物資源が豊富で、主力輸出品の原油は輸出額の 95% 以上を占めている国ですね。はい、グーグル先生ありがとうございます。で、そのカザフスタンのオンライン旅行会社の CM なのですが、オンライン旅行会社、通称 OTA とは、インターネット上だけで取引を行う旅行会社のこと。オンライントラベルエージェントの頭文字の略ですね。店舗を構えることも営業社員を抱えることもなく、システム投資がほとんどであることから、旅行業以外からの参入が多く見られる業態ですね。はい、グーグル先生ありがとうございます。で、そのカザフスタンのオンライン旅行会社の CM なのですが、 CM とはコマーシャルメッセージの略で、あー、もういいです、全然進まないです。サーユーさん、あなた釣った魚に餌をあげないタイプのクソオスですね。一体僕がいつ誰を釣ったんでしょうか。ではいい加減本題に入りますね。カザフスタンのオンライン旅行会社の CM がすごいということで見ていきますね。まずはこちらをご覧ください。ちょっと止めなさいよ。何ですか？これ上に服着てないんじゃないの？肉アナさん、発狂するにはまだ早いですよ。続けますね。この美人スチュワーデスさんたちが、この旅行会社の割引サービスを伝えながら、おもむろに帽子を取り、大事なところを帽子で隠しているという映像の CM になるんですね。なんて下品な。ありえないわ、こんな CM。 私ともあろうが、海外とはいえこんな下品な CM を見逃していたなんて、スイフェミとして不甲斐なし。穴があったら入りたい。煉獄さん、まあ肉アナさんがおっしゃるようにですね、この CM にはたくさんの批判が寄せられたようで、下品な CM を流すな、セクシストだ、女性蔑視だなどとクレームが殺到したらしいんですね。当たり前じゃない、こんなの。まあ僕としては、綺麗なスチュワーデスさんの半裸が見れて、とても興味をそそれる CM だなとは思うのですが。黙りなさい、クソース。あと、スチュワーデスは性差別用語ですよ。客室乗務員と言いなさい。ノッコさんがいない分、今日の肉アナさんはキレキレでいいですね。まあでも、すごいのはこの CM ではなく、この旅行会社自体も面白いんですよね。この CM が流れてクレームが殺到してしまったらしいのですが、この旅行会社の CEO がこれに対し、この動画は大胆かつ衝動的ですが、誰かの感情を傷つける意図はありませんでした。そのためこうした反応を遺憾に思っています。この広告はまさにプールやビーチにあるような光景を示していますが、短いスカートの女性や水着の人を責める人はいませんよね。バカだれ、短いスカートや水着を着る女はクソオスを発情させるだけの名誉男性です。責める人はいませんよね。は？ここにいるでしょうが。まあこの回答に関しても結構賛否があったとは思うのですが、今の日本の企業はツイフェミに発表されると結構謝罪したり訂正したりとかすることが結構多いじゃないですか。当たり前じゃない、企業をわきまえさせるのが私たちツイフェミの仕事なのよ。てめえはわきまえねえくせによ。なんか言いました？いえ、まあそんなこんなで批判にさらされてしまったこの旅行会社さんなのですが、全く反省をすることなく、さらに新しい CM を公開します。こちらをご覧ください。
いや、女がダメなら男ならいいってことでしょってこと？いやまあ女性バージョンで反感を買ってしまいましたが、男性バージョンでも同じことをやれば問題ないでしょっていうスタンスですね。なんでそうなるのよ。あのね、男性はいくら差別されてもいいの。私たちは女性差別が許せないの。まあこれに関してももちろん賛否はありましたが、僕は割とこの旅行会社さんの毅然とした姿勢は好きですね。男性の裸と女性の裸では価値が違うでしょうか。っていうかネクタイして股間隠すってほぼほぼアキラ 100% じゃないの。一応この CM のコンセプトとしましては、料金の詳細を包み隠さず明確に伝えますということで、スチュア客室乗務員さんたちが裸になることで表現したってことらしいんですよね。そんなクソしょうもないことを表現したいだけで女性を利用するなんて頭おかしいんじゃないの。いや男性も出てますけど、女性とクソオスでは命の価値が違うの。なんでそんなこともわからないの。なんかそもそもの話からかなりずれてしまったような。許せないわ。カザフスタンのオンライン旅行会社、よし現地に行ってデモをしてきます。マジっすか。ちなみにツイフェミでおなじみの自称フェミニストアドバイザーの三浦先生もアフガニスタンにデモに行くとか言ってましたよ。三浦のよっちゃんバイブス高っ。まあツイフェミさんたちが発狂するせいでなかなか表現が難しくなってきてしまった企業の広告だとは思うのですが、まあ、そういった反社会的思想集団に負けないでほしいですね。ツイフェミというのは不買運動、献血ボイコット、何だってやりますよ。頼もしいですね。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。それでは早速戦っていただきましょう。8小節4本勝負、先攻肉穴グランデ、後攻ノッコ、レディーファイト。相手はノッコ、ただのクソボス、速攻でボッコ、オスを滅ぼす、すぐにほころぶ、フェミが轟く、フェミはクソオスよりももののく、お前らはいつも女性差別、クソオス全員を虚勢させる、虚勢され虚勢張ってもマジでコッケ、所詮は女性に勝てない、OK? 肉穴グランデ見にくいツイフェミ、いつもネットで男を追跡、本当はこいつら男に飢えてる、パートナーから施し受けてる、叩くうざきちゃん、かなりうざい、じゃん本当は寂しがり屋のウサギちゃん、汚れた血筋が行くなよ献血、クイフェミ絶滅で残す伝説、ウサギちゃん遊びたい献血ポスター、ああいう巨乳は地形のモンスター、されるクソースに性的搾取だったら精子は全摘出、性消費ばっかなこの世の中を女性は自ら迎合しますか、今こそ女性が立ち上がる、マジなカスなクソース投げ払う、お前らはすぐにクソオスクソオス、つまらないことでストレスストレス、すぐに男を敵扱い、そんなんじゃ結婚できなくない、お前みたいなブスは男に媚びまくって 1% でも結婚できる可能性を上げろ、それが本来の女の幸せ、男って気にしてそんなの幸せ、結婚イコール女の幸せ、古い考えは背負い投げ、媚びるぐらいなら生涯独身、女がいなけりゃクソオス即死、古い考えは廃棄処分、ノッコお前は殺処分、しなさい価値観のアップデート、リスペクトはもちろんエマ・ワトソン、エマ・ワトソンたらお前と違って、彼氏途切れないで有名だろが、勘違いで恥かいて冷やせかいて家帰れ、むしろ害悪なツイフミは無に帰れ、そして今までの人生を振り返れ、自分一人ででかくなったつらしやがって、ねじ曲がった思想からの男女平等、お前ら女からも嫌われてるぞ、人類が誕生した500万年前から女性はクソースに差別されてたんだ、だったら少なくともあと500万年はお前らクソースが差別されるべきだ、それが平等、you know このこの声が全国の女性に届くよ、負けない私がツイフェミ代表、わざツイフェミ調子はどうだ、男しいたげてそれが平等、誰も思ってないお前の妄想、妄想の行動は本当にノーノー、しいたげて本もしょうもない平等、署名活動お母さん食堂、残念国評と不正投票、こいつは一人で8回署名、ツイフェミは滑稽公開処刑終了。どう聞いたらいいかわからない、まさに害悪 MC バトルにふさわしいバトルでした。それでは100人の審査員の皆様、勝ったと思う MC に票を入れてください。肉穴グランデ VS ノッコ、果たして勝者はどちらか、レディージャッジ。勝者肉穴グランデ。え、なんで
なんで審査員は100人しかいないのに、なんで肉穴の方に160票も入ってるんだよ。まさか。私たちツイヘミの仲間が一人で8回投票したんだと思いますよ。いや、それ不正投票だろ。不正投票ではありません。それだけ私たちの思いが強いってことなんです。